1959年の西鉄ライオンズでは、1959年の西鉄ライオンズの動向をまとめる。この年の西鉄ライオンズは、三原治監督の9年目のシーズンである。この年は、球団初の4連覇が期待されたが、不動の4番、中西太氏が、フルスイングの影響で、検証炎を患い、また大下博関口清次日野武といった、 黄金期の主力メンバーが衰えるなど、チームは、誤算が続出。それでも5月末は、首位の南海と3.5ゲーム差と、まずまずの成績だったが7月以降大前が、山内和弘、江本喜八、富谷健次郎などを要するミサイル打線で一気に、浮上するとチームは、南海、大前に突き放され、東映との3位争いに終始するが、中西の故障、大下。 関口らベテランの衰えもありチームは優勝の南海に22ゲーム差、2位大前に16ゲーム差の4位に、終わり三原監督が就任した1951年、以来続いた連続 A クラスが8年でストップした。親会社の西鉄本社、フロントとの確執もあり三原監督はこの年限りで、優待し、後任には稲尾和久の入団まで投手陣の大黒柱だった。 川崎徳寺ヘッドコーチが昇格した。監督交代によりチームは若返りを図るが、優勝争いには絡めず1963年の優勝まで苦闘の日々が続く。ありがとうございます。